か。てかそう、洗濯だけ先行くか。もうすいません、今日掃除です。もうやることやります。クリーニングいくらかかるんだろう。高いかな、スーツは。な、風呂入った。今日マジで綺麗にさせる。いや昨日ね、ドバイでも1時には寝てた。12時前に配信来てたもんな。もう限界だった昨日。終わらせていけば絶対終わりっていうのがあるからね。だってやったっていう実績はあるんだから、うん、やることを一個ずつやっていけば終わるんだから、うん、くるみが弾いてるの、フルート。スーツ一着だよ俺。ネクタイ。ちょっと待ってな。あれ。ちょっと待ってな。ちょっと待ってな、思い出すわ。ちょっと待ってよ、思い出すわ。ちょっと待って、一回置く。ちょっと定点でやりたいけど、ちょっと待ってよ。足の踏み場がやばい。出る。あ、来た。あ。ネクタイ、ワイシャツ、ベスト、あと上下スーツ。スーツの、あれ上のスーツどこやったっけ。ネクタイ。ネクタイどこ？ネクタイ。ネクタイどこだ。いつまでたってもいけんぞこれ。マジでネクタイぐらいどこやったか分かれよ。助けて、もうなんでこんなにヤバいの俺の部屋は。
意味がわからん、こうなる理由が。マジで謎だわ、ガチ謎、ほんとわからん。マジでわからん。はい、ネクタイなんてポッケにしまえないだろ。え、あ、あれ入ってたんだけど、なんで、怖い、わお、ありがとう、コウさん。君がいないとやっていけない。今夜は君がトップヒーローだ。おいしょだ。待ってよ、ちょ本当にガチで考えるわ。スースマジでの、このネクタイこう脱いで、疲れた、あーもう無理無理、疲れたポン、ここだ、絶対ここだ、ここ以外考えられない。あれ本当どこ、マジでキモ、怖っ、自分が怖いわ、自分が怖いんだけど。いやお前さ、男、お前それでもネクタイなんてクリーニング必要だから、バカなの、ネクタイ後でいいよとかないから、全て整って清掃っていう感じなんだからさ、それはしっかりしろよ。お前だらしねえんだよ、アホなんか。ネクタイに後でいいよもうクソもないんだよ。ほんと頭痛くなってくる、この部屋いると。うわ、びっくりした、びっくりした、ダメだこりゃ、もううわー、ぐちゃぐちゃだ、もうダメだ。もうぐっちゃぐちゃ、何もかもが。え、ほんとどこ、ネクタイ、とりあえずネクタイを見つけたい。あ、かいい、ナイス、ありがとう。そんななくなる、ネクタイが。いや、一気にまとめてやりたい。あとで出すとかそういうのないから、俺にめんどくさくて、行くなら一撃でやっちゃいたいもん。いや多分俺の予想は、多分だけどマジでここしかないと思うんだよね。ここしかないと思う。もうここになかったらもうわからん、誰かに盗まれたか。だから昨日俺の部屋に来た天然か直樹が盗んだ。だから俺は盗難事件として被害届を出す、絶対に。うん、だってそれしかないもん、だって本当だもん。本当価値に盗まれたかもしんない。盗まれたんじゃね。マジで、いやガチ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 、冗談で
言わんから。ほんと待って、ほんとなんかさ、ちょっとドキドキしてきた。ちょっと待って、こう帰ってくるじゃん。こうやって帰ってくるじゃん。帰ってきて、はぁ、疲れた。もうダメ、疲れた。はぁ、もうダメだ、疲れた。パターン。一回寝る、一回寝る、一回寝る。寝てよ、ここら辺に。あった。謝るっすよね、なんか。いや、だからないと不安になるじゃん。誰か盗まれたんじゃないかなって。やばい、ポリ袋もどっか行っちゃった。買ったばっかなのに。ちょっと待って、家で物がなくなりすぎだ。あった。前じゃ泣いたいよ。だから俺も近々マネージャーになるかもしれないからさ、ちょっとな。いや、なる側ね。俺決めた。マネージャーになった方が楽に金稼げるわ。モンジョリの。で、モンジョリのマネージャーになったら、金とか簡単にもらえるじゃん。ちょろいから。金ちょうだいって言えばさ、くれるしさ、なんか買ってって言えばさ、買ってくれるしさ。今から直樹とジャグラー対決。え、直樹が貸した。直樹の金で。いや、でもマジでマジで。金いっぱい手に入るぞ。うん。いや、台本だな。先に会社始まる前に直樹に金を渡し出す。ねえ、洗濯入らんかも。
とは、こういうのはいいから細かいのだけ。俺先月やってないからふわっち、うん、仕事行ってらっしゃい、頑張ってこいよ俺のために。それはないな、マジでそれはない。いや3日でたまる、3日で汚くなる。いつも持って3日、ちょっと待ってよ、とこっからが大変だね。お寿司でーす。お寿司ある。あれ、お寿司だよ、お寿司だよ、お寿司だ。お寿司にナイスお願いします。待って、寝ることやってる。おつじょり、おつじょり、あ、おつじょり OK。
ナイスお願いします。どっかタワーク行くときナイス押してって言って、今日俺10時間配信する、だから長いから今日は。おつじょり、直樹どうだった？喋らない、あのさ猫みたいだよね。猫もさ、ちょっと成長した猫がさ家に来ると、あの最初怯えてなんかどっか行っちゃうんだよ。今のハッチャーみたいにね、なんかそんな感じ。直樹が可愛く見えてきた。びっくりした、びっくりした、自分だったわ、自分だった、鏡があった。電波が切れるんで、切れたらクルクルになっちゃうでしょ。あんなパチンコ行かないって言ってたあの人でも、直樹の力になると行きたくなっちゃうのか。1000円じゃ済まないって絶対。スーツはクリーニング。ねえ、マジでちょっとしっかり見ててや。金に困らんだもん、これから先。ああ、落ちた。ああ、落ちた。いやでも、チケットありがとう。サファリツアーチケットナイスください。
たださ、朝モンジョリの配信チラッと見たんだけど、直樹が配信することについてちょっと語ってたじゃん。内心バクバクなんだけど、落ちた。あ、落ちてる。行くの、はい、クリーニングです。5回目です、これ言うの。あ、もうやばいわ、ちょっと汚い、マジで。あ、ずれてる。じゃ、まず着てこ。車ないときついんだよ。あれ、めっちゃバツした、これ。こういう時、直樹がいてくれたらな、連れてって言えるの。でもさ、お給料制にするってなるとさ、本当にさ、会社立てないといけないでしょ。めんどくさいじゃん。DM 来てたな。なんか葉っぱ真似させてもらいますって言って、もう買っちゃいましたって。しかとしたけど、あっ、クリーニングがね、閉まってるかもしんないんだよね。火曜日のこの時間なら絶対大丈夫だと思うんだけど。なんかそのうち、部屋まで貸してあげそう。向かいのアパート私借りたから、そこすいいよ、使ってって。
っと待ってよ。どこにずっと。最悪や、診察しかない。てかコインランドのあれ先クリーニングをやって、でそのお釣りで行くとか、やってるわ。コインランドにあるさ、両替機とか使えないんだよ、ポンコツだから。クリーニング屋か。あの、まあ、一応ちょっと勉強していくと、一回の勉強していただきたいなと思いまして。これ終わったら天候やるわ、久々に。あ、そう、あ、そうです、うん、おはよう天候。私もこの間付き合ってるのも、あの、仕上がってますので、はい、あ、そうですね、すみません、シャツ、スーツ、はい、2,600円。うわ、やべ、どだけかもしんない。すいません、はい、クリーニングお願いしたいです。はい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 、ね、まあ、スーツ一式みたいな感じですね。お電話下4桁わかります？あ、初めて使用させていただきます。はい、買い入られた方がいいです。ね、入会金300円で、1年更新300円で。はい。じゃあ、頼まないと。住所もですか？はい、すいません。あ、月曜日ですね。
日の月曜日18日、はいはい、45円並びます。あ、じゃあ一番45円、あ、145円で、はい、ごめんなさい、すべて千円札になってます。あ、はい、ありますね、はい、ありがとうございました。はい、お願いします。ちょっと待って、コインランドリー、ちょっと洗濯機取られたら終わりだ。クリーニング屋で弁償ってありえるのか、なんか破れちゃったのかな。ありえるの。ありがとう。ズボンなくすってどういうこと。やべ、マジドラクエ探していくぞ。今日もう絶対手に入れるわ。あ、やべ、取られてる。あ、開いた、やった、開いたわ。デレンデレン、デンデンデン。デンデレレレン、デンデンデン。カゴ。逆にこれも入れちゃうと、あれじゃね、あ
んちゃん。ガチで。ど寒いけど。どっちみちなんか着ないといけなくない？着ないといけないってことは、その着てるやつもどうせ洗濯なすんだから、こっちを着てた方がよくない？いやいや、半袖だし、下。いやいや、違う、ダメだ、ダメだ。持って帰らないと。何今俺、うなずこうとしたんだ。確かに、なんで俺思った。今のコインランドリーってすごいな。ペイペイとか使えば。これでやることを完了。いや、これがね、柔軟剤は出ないんですよ。なんか別に臭いよ、ファーファーって。だから使わない方がいいですよ。マジ臭いんで、ファーファーって。だから臭い匂いって好きだから、だからあのファーファー使ってます。はい、臭いんで。だからやめた方がいいっすよ、うん、マジで臭いよ。ガチで臭いで、なんか買うもんあったぞ。ちょっと待てよ。薬局、くそ思い出せない。薬局、ドラクエ3なんで薬局で売ってるかよ。待って、思い出せば行ってみれば分かるか。びっくりした。ちょっとびっくりしたわ。おばあちゃんだよ。ないわ。あ、リップクリーム売ってる。いらねえわ。ないわ。あれ、何買おうとしたっけ。クリップクリームやっぱある。まあいいや。コンビニだと落ちるか。二万ある。ないか。
ちゃうか。ミチキ食べるわ。42号ってさ、お前何も分かってないただの新参者のバカなんだな。歴史を知らないカスは黙ってろ。飲むマヨってどこに売ってんの？ちょっと気になってた、さすがに。ローソン？え、売ってないの？行くか？たまたま限界に落ちてドリーム使う掴んだだけだろう、クソシャーフ。シャーフがちょっといい、やっぱちょっとここ悪い人いっぱいいるわ。うん、変なものも取り入れちゃったか、よくあるやつ。生活保護飲む前を買い食おう。うん、あるよ。あ、天候やるか。もう一回駅のとこ行く。うるさいから、住宅街だから。うん、あるよ。フリスク飲んだことある？美味しくない。休憩終わってまう。何時まで休憩？余裕だろ。13時だろ。で、何時に終わるの、仕事？俺ももう午後から仕事だわ。部屋の掃除っていう。16時、18時。じゃあ終わったら連絡して。うん、終わったっちょ。ゆうたん癒してほしいなって。20時、だから終わったら連絡して。ありがとう。いや、いい、連絡しちゃって。
袋あれあった。おじいちゃんおばあちゃん仲いいわ。あれぐらいおじいちゃんおばあちゃんになっても仲いい夫婦になりたいわ。本当に。あ、サワーチケットありがとう。いやマジで俺見つけるわ。ガチ見つけるわ。いやもう今年のクリスマスはもう予定詰まってるから、彼女じゃないけど、まあ、女が10人ぐらいの予約が入ってるから今年は無理。あ、おいしょー、高畑ちゃん、アナーチャラと君がいないとやっていけない。今夜は君がトップヒーローだぜ。おいしょー。え、待って、ジャックポット当たった。え、なぜジャックポット当たった。やった、4万円。だってやったやったやったー、ジャックポット当たった、マジで。くっそ、4万、うわ、十何万貯まってて欲しかった。当たった、やばっ、ありがとう。なんかさ、ポイントおかしいなと思ってたんだよ。あ、違うわ、グランドジャックポットの方が当たった。プリンセスジャックポット当たってないんだ。なんか来たわ。 なんだもう。どう、どうした、調子いい？いや、一応さ、もう帰るからさ、大阪な。うん、一応ありがとうだけ言っとこう思って。いや、お前ありがとう。いや、お前はそんなこと絶対しないタイプ。いやいや、ちょ、ほんまなんか企んでるだろ。企んでないよ。うん、いや、またさ、絡めるときあったら絡んでよ。いや、違う、こいつ絶対なんか怪しい。なんかあるだろう。ないよ、うん、ないよ。なんか企んでるな、うん、いや、なんかちょっとまたしばらく会えなくなるからさ、寂しいな。カップルか。うん、寂しくなるなと思って。カップルか、うん、まあでもほんまにそれだけ。うん、あ、なんかお前昨日なんかディスってたよって言ってるけど。あ、ないそんな、俺別にディスったりはせえへん。びっくりした。あ、そうなの。大丈夫かよ。うん、じゃあまあそれだけやから、小前くん、元気でね。うん、うん、気をつけて帰ってね。あ、お疲れです。はい。こいつ何の、なために上がってきたの、あの人は。なんか怪しくないか。いや、絶対怪しいな。なんか企んでるぞ。バトルか。バトルがや、偵察？いや、なんか。バトルじゃねえ、多分。内心バトルやりたかったんだけど、空気がちょっと読めなくてやめたみたいな感覚じゃないの。いやいや、なんかそんなしょうもないさやつで上がってこんだろ、あいつ。バトルなんだ。気持ち悪い。なんかやばいだろう。なんかさ、ノンケからゲイになる人って多くない？モンジョリの周りにいる人って。マジで一線超えちゃう人。俺は違うけどね。僕は違いますよ。無料が欲しかったの。
交換するか、じゃあ無料交換。またうん、無料交換するか。慣れてきてやって無料交換。まあ一応5億撮影しまったからね、無料交換会。なんか企んでたな、あれは。そんなね簡単じゃないもんな。うん、いやマジで。あけけ、交換交換交換みたいな。え、ってかさ、バトルの日とさ、イベラスって重なってない？重なってない？それあ、今日がイベラスか。え、で、俺ちなみになんでこれキリンに入ったかっていうと、俺ね先読み越したの。セイさん明日バトルでしょ。でバトルってことはセイさんイベント出てるでしょ、これ。でこれグループ単位のやつなの。絶対優勝するのキリンなんだよね。でそれで2位狙うっていう。1位はもう諦めて2位の20万円をもらう。20万もらえるんだよ。そう、先読み、うん、じゃあ出れないからバトル。お前このイベント分かってないな。グループ戦だから。いやいやいや、あの知ってるよ、何回も出たことあるから。あのさ大体わかるから。戦略戦だからこれ。じゃあやります。はい、ちょっとローソン行く前に休憩終わっちゃう人多いらしいんで。はい、ありがとう。いやまあ何でもいいけど3位までに入れたらいいな。あ、天候注意。そう、米場になること多いんで、あの文字変えた方がいいですよ。それでは久々の天候。よろしくお願いします。やべやべ、あの米番気をつけてね、行くよ。米番気をつけて、気をつけて、歌始まったらスタート。呼ばれた人は今日一日行いです。ゆうちゃんいらっしゃい、みっこいらっしゃい、エリカいらっしゃい、ノアポロいらっしゃい、ララいらっしゃい、チーいらっしゃい、アイスいらっしゃい、ナチマルいらっしゃい、ロンロンいらっしゃい、ナオいらっしゃい、ニコいらっしゃい、ユラいらっしゃい、マユいらっしゃい、なんか、こっちの方が音響いた。どこまで行った？ハギヤンいらっしゃい、ミョンいらっしゃい、カイいらっしゃい、チームいらっしゃい、カナヤンいらっしゃい、アリーいらっしゃい、リオいらっしゃい、文鳥と柴犬いらっしゃい、ノラいらっしゃい、パパいらっしゃい、ゆっくりしてってね、シーいらっしゃい、ルンいらっしゃい、ミノリいらっしゃい、ホームいらっしゃい、ナーミいらっしゃい、サトいらっしゃい、ハチウいらっしゃい、リリいらっしゃい、塩辛いらっしゃい、ウナいらっしゃい、ユイタンいらっしゃい、パパいらっしゃい、アジいらっしゃい、スズカいらっしゃい、内装してってね、ガッキーいらっしゃい、ミッチいらっしゃい、コナいらっしゃい、ケイチいらっしゃい、ナナミいらっしゃい、ウナいらっしゃい、クッチャマいらっしゃい、
ユリボンバいらっしゃい、スミいらっしゃい、キウいらっしゃい、ニコいらっしゃい、アレックスいらっしゃい、コトいらっしゃい、セラいらっしゃい、ユンちゃん初コメありがとういらっしゃい、ヨチヨチだよ、ヤマウサいらっしゃい、マサルいらっしゃい、ミーマルいらっしゃい、ニコいらっしゃい、セラいらっしゃい、ホシいらっしゃい、ヒイシいらっしゃい、ウメちゃんいらっしゃい、フカズメいらっしゃい、ミサいらっしゃい、エマいらっしゃい、ユメいらっしゃい、マツタケいらっしゃい、さくらいらっしゃい、西野くんいらっしゃい、ミカドいらっしゃい、アヌラいらっしゃい、シグレいらっしゃい、メグいらっしゃい、サワいらっしゃい、税務署いらっしゃい、悩むトシいらっしゃい、ココいらっしゃい、花いらっしゃい、ウランいらっしゃい、パンパン丸いらっしゃい、ユチいらっしゃい、ペロタンいらっしゃい、ララいらっしゃい、ミーマルいらっしゃい、ノロいらっしゃい、ロバノイいらっしゃい、コナツいらっしゃい、ヒデいらっしゃい、ピピいらっしゃい、ノンいらっしゃい、マイタンいらっしゃい、ヤいらっしゃい、明太子いらっしゃい、おまみいらっしゃい、アキラいらっしゃい、響きいらっしゃい、ワンコいらっしゃい、ぬくぬくいらっしゃい、タマいらっしゃい、プアいらっしゃい、テイいらっしゃい、コナちゃんありがとういらっしゃい、なんかレオいらっしゃい、シキいらっしゃい、ピアノいらっしゃい、ヒチャコいらっしゃい、アイいらっしゃい、ミズキングいらっしゃい、ゆっくりしてってね、ムツギいらっしゃい、チョウいらっしゃい、アーいらっしゃい、読んだかも、一回呼ばれたらもうしないでね、山栗ちゃんいらっしゃい、まゆちいらっしゃい、めめいらっしゃい、しるこいらっしゃい、じゅんいらっしゃい、どういらっしゃい、ももいらっしゃい、ちゃちんもいらっしゃい、パパいらっしゃい、おたいらっしゃい、はっちいらっしゃい、ちえいらっしゃい、まーいらっしゃい、あーりいらっしゃい、タピオカウォッチいらっしゃい、こにいらっしゃい、ちいきいらっしゃい、ああ、みやびいらっしゃい、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 ぽかいらっしゃい、ぽかいらっしゃい、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 おし、おにめいらっしゃい、小雪いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい、みーいらっしゃい、春いらっしゃい、千里いらっしゃい、アレックスいらっしゃい、いらっしゃい、トライいらっしゃい、アレックスいらっしゃい、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 チャムもいらっしゃい、もとみいらっしゃい、チキいらっしゃい、春いらっしゃい、トウいらっしゃい、秋いらっしゃい、レイレイいらっしゃい、ピグいらっしゃい、レオいらっしゃい、モコいらっしゃい、モリさんいらっしゃい、ホッチさんいらっしゃい、フミヤいらっしゃい、ごた。ありがとうございました。もう無理、もう無理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 、俺はもうマジ二度も言わん、本当にもうガチ無理。あー、小夏ありがとう、お一緒だ、ありがとう。あー、もう無理だわ、もう R さん、もう無理マジで、もうこれもう一生読んでいくともうダメだ。あゆびちゃんもありがとう、お一緒だ。あちえありがとう、お一緒だ。じゃあ他のやつはどうでもいいから、私だけ呼んでっていう人一人だけ、まあ、ラスト一人だけ。あ、品種ありがとう、おいしょ。うん、呼ばれてない人でね。あ、じゃあ分かった、この初コメの人だ。おめぐさんいらっしゃい、もう終わり絶対終わり、もう、ガチ終わり、ガチ終わり、絶対終わり、どう考えても終わり。マジで終わりだわ。あれ、クマちゃんありがとう。お前ちょっとセルフ 初コメやめてくださいね。セルフ初コメ。ノラありがとう、おいしょ。セルフ初コメやめてね、こっちはバレるからね。おいしょ、ブラック花火。これ何、これ何なの、ブラック花火って。ランキングなくない、これ。花火と同じ。
サファリ。サファリアイテムが欲しいです。ってことでですね、今から行きます。なんだっけ、飲むマヨネーズ。あちょさんありがとう。おいしょ。はい。ローソンありますよ。あ、ガッチャありがとう。おいしょ。飲むマヨネーズ。10個おいしょ。姉さんありがとう。姉さん15個ありがとう。ありさもおいしょだ。みかもおいしょだ。ここみかおいしょ。姉さんおいしょだ。赤信号だ。飲むマヨ調査。あ、チーさんありがとう。チュッチュッチュです。あぶ、これ売ってんのかな。なんか売ってねってコメントあったけど、さっき売ってんのこれ。激マズなの、ね、これさ、置いといたら盗まれないかな、これ。ちょっと見てくるわ。これやばいんだけど、一つこれやばいなって思ったこと言っていい？これを見た瞬間に、マジで一つだけね、これを見つけて、ね、思ったこと、不安要素いっぱい。テスト販売中、実験大会。俺たちはテストって、え、普通かかんくない？テストって何？意味がわからんだろ。しかも マヨネーズではありません。マヨネーズ風ドリンク、飲むマヨ。どういうこと？早く行くか。パンサドットね、焼きそばパンって。
ローソン。でかいやつ、何それ。もうファミチキ食う前に言ってよそれ。絶対食え。そんなんあんの。食えんわ。もう食えないんだけど。いらねえよ、もんじゃ食ったらいらねえよ。待って、これね、この iPhone すんげえめちゃくちゃ綺麗じゃん、写真。すごい、これちょっと映えない。ちょっと映えるように撮っちゃった。買ったわ。198円、価格。高いでしょ。もやかかってる。なんちょっと待って、いらんか。分かった、こっちだ。納期にならないんだよね。すごい近い感じで言うと、あの激辛ペヤングを食えって言われて買って、その今ま、なんかその食べる前の気持ちみたい。だってまずいってもう分かってるじゃん、美味しくないって。もんじゃこれ飲んだんでしょ。なんて言ってた。ピスタッチ。いきます。やべ、まずい。まずやべ、マジごめん。ちょっと待って、ごめんまずガチ、まず無理ガチまずい。
ごめんなさい、ちょっとアフリカ民の人たち、これもう無理、食えない、食えないじゃないわ、食べ物だ、食べ物じゃないわ、ごめん、飲み物だ、それでも無理だ。いや、これはやばいわ。なんかこれ変なバトンとか流行りそうだな、これ嫌な予感するわ。いや、無理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 、飲めない、これは。逆流する。ちょっと待って、無理だ無理だ、ごめんごめんなさい、本当ごめんなさい、これマジやばい。うわやばい、じゃあお前らやってみ、山だったらなんか飲めそう。いや鼻つまんでよ、ちょっと待って、鼻つまんでよ、もう山マジで、ちょっと待って、胃の中がなんかおかしい、マジ飲め、これはマジごめん、ゲボ出そう。いやこれはマジ無理、気持ち悪い。ちょっと待って、しっかり胃まで入れてみるわ、今唾液だ、なんかそのちょっと待って、飲み込めない、マジ無理マジ無理マジ飲めん、あーやばい、本当に気持ち悪い、ちょっと待って、やばい、ごめん無理だ、もうごめん、オーバーリアクションだと思うじゃん、これ絶対飲んでみたら分かるわ、じゃあマジでごめん、ちょっとこれ無理だ、やべえマジダメだ、手震える、多分今までの人生の中で多分一番体に受け付けないものだわ俺これ。
で、こんなこと今までないもん。色見てみる。でもこれさ、蓋開けちゃったらさ、捨てれんくない？パッケージこれ、ちょ待って、これツイッター載せるわ。これ人を殺す飲み物だわ。これ人死ぬぞマジで。販売中、こんなんさ、なんでさ、こんなテストでさ、俺たちが飲まないといけないの、金払って、しかも198円だぞ、高くないか。いやマジお前ら飲んでみて、ちょ待って、面白いこと考えた。飲んだ、はあ、飲んだ。やべえ、パルちゃんに言うわ、やってもらう、パルちゃんにやってもらう、これちょっと上がらせてくれるかな。
パルちゃん。え、珍しい。ごめんね、ニュース中に。緊急事態。あれ？画面真っ暗になったけど。コマティン、コマティン。見える？あれ？死んじゃったこれ。コマティン、コマティン、聞こえる？聞こえるよ。あ、どうしたの小前くん、珍しいじゃんコラボなんて。え、見えてる？見えてるよ小前くん。パルちゃん、頼みがある。え、どうした？パルちゃん、マヨネーズ好きだったよね。いや、マヨネーズアレルギーだね、俺。嘘でしょ？マジで。あ、そうなの？うん。俺、え、マジ？マジで俺、マヨネーズマジ無理だよ。ケチャップならいけるけど。どうした？何があったの？痙攣すぎた。マジでお願い。え、何？え、飲んで。何よ？これ。飲む前よ。うわー、何それ。それどこで売ってんのそれ。そんな。俺飲み切ったからさ。ローソン。ローソンで、あのテスト商品でもう。もうやばいから、限定らしいから早く買いに行くなら行ってほしい。で、これをリレーしてるの？じゃあこれ。はい。これリレー形式してるの？いや、リレーじゃない。パルちゃんやってほしい。え？これ飲むケチャップはないの？マヨネーズしかないのこれ。マヨネーズしかない。え？あ、じゃあアレルギーだけやるか。じゃあ最後に。でも来て、見て見て、マヨネーズではありませんって書いてある、しっかりと。ああ、じゃあ大丈夫だ。うん。え、味はどうなのこれ。カスタードとか。あ、なんかね、なんかすごいいい感じ。すごい。あ、本当に。ああ、じゃあこれを、うん、なんかこれがザ。え、これ誰からスタートなの？ちなみに。は？誰からスタートなの？いやいや、ごめん。なんかもんじゃりがしたからパクっただけ、俺が。で、飲んでみようかな。あ、そうなの？じゃあ、小前くんからスタートしてるんだ。じゃあ、これ家にするわ、俺も。飲んだ後。で、飲み切ってね。飲み切るわ。それ飲み切ってんの、ほんとに。逆に。あ？逆に飲み切ってるの、それ。うん。見せてよ、中身。いや、中身は見せない。これこうなる。え、開けたらいいじゃん。開かないんだよ。開けてよ。で、飲んでないじゃん、自分。開けてよ。開かないの？開くでしょ。じゃあ、マジで開かない。ちょっと、してよ。あ、ちょっと、見せてよ。飲んでる証拠見せてよ、早く。ぐちゃぐちゃにして。マジでやばいな。それや、俺も やらないわ、それ。飲まないと。見せてよ。だからバトンにしなくてもいいから別に。いや、バトンにするよ。見せて見せて。あ、ちょっと飲んでるのか。開かないわ。開かないわ。あ、大丈夫。あの、小前くん、ほら、真ん中ストロー刺してるじゃん。その真ん中ぐちゃぐちゃにすればいいんよ。飲んでないじゃん。嘘つきじゃん。ねえ、小前くん、何をやらせようとしてんだ。小前くん、飲み切ってから言ってよ、それ。ちゃんと飲んで、俺も飲むから。ちょっとチンチン立ってない、大丈夫これ。まるちゃん、頼むわ。お願い。小前くん、まず飲み切って。無理だ。ごめん。じゃあ、やらなくていいわ。もう。じゃあ、共有したかった、俺は。共有したかったの？うん。じゃあ、どのぐらい残ってるのに今。そんなに飲めないの？半分ぐらい、半分ぐらい。ちょ、ごめん、マジ無理。半分か、そんなまずいの？マジ無理。マジ無理。いや、ごめん、マジ無理。胸焼けすごい、胸焼けは。いや、違う、なんか、の通らん、おのどに。あ、じゃあ、味はガチマヨネーズ？いや、マジ、ごめん、気持ち悪い。ガチマヨネーズ。あ、ちょっと、じゃあ、
あの飲み切ってからちょっと言ってね、これ。バレちゃやらないんだ。だから。バレちゃやらないんだ。いや、いいよ、やろうかじゃあ。ローソンで売ってるから。で、そのから飲み切ってね、自分。うん、分かった、頑張るわ。あの放送で見せて、ちゃんと捨てないで。うん、分かった。俺もやるから、それは。あ、分かった、やるわ。やっぱね、その飲み切らないとね、やっぱ配信者。ああ、ダメだ、でも俺死ぬんだ、じゃあ。うん、そう、今日死ね、死ね、そのまま。そのまま死ね、じゃあ、飲むわ。じゃあね。うん、俺マヨネーズ大好きだから、一緒に飲むわ。うん。じゃあ、ありがとうね、小前くん。はい。俺これ多分飲めんわ。マジ無理だ。ごめん、これマジ無理だ。あー、マジ無理だ。やばい、これ飲み干した人マジすごい。あー、やばい。じゃ待って、飲めん、これは飲めん、これは飲めんわ。音楽に乗せたら飲める説、音楽に乗せたら飲める説ないか。雰囲気で、まあ、フリスクの方がめちゃくちゃうまいわ。当たり前だろ。やばい、これダメだ、本当吐く、絶対吐くわ。行くぞ、シェフレ来いや。あべ、なんか電話かけた。あべ、モンジョリからだ。ちょ、まずい、もう何ちょっと足が、どうした、どうした、大丈夫今。あ、大丈夫で、どうした。あのね、今レンタカー借りようとしてんだけど、雪降ってんの。あ、やっぱり。あ、なんか山道だから、なんかね、地元の人がね、雪降ってるかもねって言ってたよ。じゃあスタッドレスの方がいいのかな。絶対スタッドレスの方がいい。死ぬで、本当に。どうした、なんそんな慌ててんの。いや、今この飲むマヨを飲んでるんだけど、あなたがやってたからさすがにちょっと気になって。パクリ。いえいえ、あのね、パクられてるからパクリ返してるの、いつも。パクってるし、あなた。いや、パクってるし、いつもなんか、あ、じゃあ私もそれやろうかなってメモ帳に書いてますよね。ほとんど9年前からやってます、あなたのやってること。いや、それやろうかな、いいわねって言ってメモってますよね、あなた。ちょっと何、マヨネーズ何やってんの。え、だから今ちょっとあの飲み干すチャレンジやってる。頑張って。え、なんかやばいよね、味ね。やばいよ。あ、まだ飲んでないの。いや、飲んだよ、今喉通らん。飲んでんの、ごめんなさい、邪魔して。はい、スタッドレスね。ちょっと待って、スタッドレスで、うん。金曜日に帰って金曜日に返すでいいよね、朝。いや、絶対違う。あの、木、え、なんで？あの、木曜日に行くでしょ？うん。で、多分着くの夕方じゃん。18時45分に着くでしょ？うん。で、そのまま駅近だから、そのまま借りちゃった方がいいかもしんない。あ、でもどうなんだろう。朝早く行くなら、レンタカー屋がやってるならいいけど、やってなかったら、すごい。だから9時からやってる。9時からやってるの。あれ、だから9時でいいでしょ、金曜の。うん。あ、じゃあ。それ終わりは分かんないが、ちょっと多めに取っとく感じ。あ、なるほどね。それでいい？うんうん。その日だって寝るだけだもんね。ね。ご飯食べて。うん、でも片道でさ、行くじゃん。どれぐらい時間かかるかって問題だよね。1時間何歩って言ってたじゃん。
で帰りが遅くなっちゃったらすごい夜中になっちゃうで。だって往復2時間3時間だとしても9、10、11、12のまあ2時とか3時まで返せばいいんじゃない。ああね、それならいいけど。うん、それ帰ってきて新幹線取ればいいじゃん。うん、あるのかね。いやだから多分行った時にあの取った方がいいね。取った方がいいね。で、一応さ、とつまちやるならさ、時間教えてほしい。後で LINE でもいいから、何時から何時までって。そんな長くやんの？いや、やらないと思うけど。帰る時間も考えないと。うん、だからそれあるんだったら、時間教えて、また LINE で。あ、分かった。はいはい。で、撮っちゃうね。はい、よろしくお願いします。はい。やったー！やったー！うぅー！あー！なー！あー！ごめん、無理、やっぱ帰る。ウサさん、ごめん。ごっくんできない。どうしたらいいんだろう、これ。やばい、足震える。色こんな感じ、ほら。いやらしい色。どんな味かって、だから飲んでみて、あの聞かないで、飲めないから。あ、牛乳感覚で飲んだらファンタ投げるって嘘だろ。あーもうマジで帰れんぞこれじゃ。飲んだらハンタか。いやでもカップ自体の量は多くないんだよ。ただその量が多くないがゆえにバケモン。もうダメだ、やべえ、マジでやべえ。じゃあなんか通らないんだって、マジで。みんな近くにローソンある方行ってみてください、すぐ買ってください。気持ちを共有しましょう。うん、あ、あ、あ、じゃあ君がいないとやってくれない。今夜は君しか寝かせません。今夜は君こそがトップヒーローだ、お衣装だ。あー俺終わったんだ。じゃあ俺終わるんだね。やばい、ほんと飲めない。
ガチ飲めないわこれは、うん、だってもんじょりでもどんだけ美味しくなくても結構食べるじゃん。一口で終わったんでしょ。で今もうこれね飢えてな、もう今吐こうと思えば吐ける。はよ飲め、すいません。じゃあもう一回言っていい？雰囲気作りから普通に飲めるけど口に入れたの？いや絶対嘘。嘘。いやじゃあ個人差あるんじゃない。いや俺は飲めないわこれ。やばい、もうほんと最悪。なんでこんなやっちまったんだろう。行くぜ。やばい、うん、本当無理かもしれない。もう吐きそう、ごめん、もう無理だ。ちょっと待って、本当無理、マジで無理なんだけどこれ。ちょっと待って、本当飲む前に吐きたくなる。ごめん、はあ、はあ、よし行くぞ。勘弁してください、ごめんなさい、ごめんなさい、もう無理です、ごめんなさい。入らん、邪魔し無理、ごめん、やばい、もうごめんなさい、これ無理っす、やっぱりごめんなさい、もう違う、あのねもう喉に通らない。また運転中でしょ、うん、あいつなんて黙ってても何もしなくてもやるだろう。いやまだ、だから被害者増やすこれほんとやばいね。タバコ吸うわ、もう見てるだけで吐きそうなのこれ。やっぱごめんね、ごめん、俺本当に多分ここまで俺多分史上初
31年間生きてきてマジでここまであの喉通らんの。あのパセリより嫌いだわ俺。一番嫌いな食べ物パセリなんだけど。いやもうマヨネーズもう無理だ俺。やばいマジでやばい。あパクチーだ、そうそうパクチー。パクチーより喉通らん。いやもう捨てるからちょっとごめん、中身見せるけど。なんだろうなこの。ほんとなんかもう男のあれにしか見えないもん。いやもう無理っすこれは。あごめん。いやだからこれ飲んでないから言えるんだよ。買ってみてください。198円。ツイッターに載せました。いいね押してください。いやもうごっくんした、ちょっとだけもう無理。え近くにローソンあるよっていう人。ある、じゃあちょっとあの疑うなら買ってみて。なあちゃんごめんね、ファンタもらって。ちょマジ無理だこれだけは。旦那死ぬよ、かわいそう。いやこれは飲めんわ。これはダメ、絶対やっちゃいけない。パルちゃんやるんじゃない？山田もやるって言ってたし。山田ローズ、あいつ相当気になってんやな。パルちゃんやるって絶対飲めないと思うけどね。パルちゃんでも絶対飲めない。いや、あいつは回さなくても勝手にやるから。あ、ありがとう。もう飲んだっすね。分からん、人の好き嫌いあるかもね。飲める人は飲めるだろうし、うん、今買った。調査飲んでみてください。いや
ソース混ぜた。いや絶対合わないわ。カロリーはパルちゃん持ってた、じゃあ買ってもらったんじゃない。佐藤さん買ってきた。パルちゃん見たい見たい見たい。これみんな死んでくぞマジで。俺知らねえマジ、絶対飲めないもん。日本飲むはやばい、日本飲むはやばい、日本飲むはやばい。マジで嫌だ、日本飲むはやばいわ、死ぬぞマジ、死ぬと思う俺パルパル。今日頑張って早く飲め。疑ってたわ。だろ言っただろ、これ飲めないだろ、飲めんだろ、そんな飲めるわけないじゃん。ちょっと待って、これマジどうしよう。もう蛇口で捨てるしかないわ、家の。いや違う、あのね、喉通らん本当に。なんかもうこの喉から声が出るような、うっって、なんかうっもう体が勝手に喉に壁を置く、もう通しません この飲み物はこの先にっていう感じ。ニーナさん飲む？絶対飲めないと思うけどね、誰も飲めない。地震どこで？宮城。あーやばい、あーマジ無理だ、ガチ無理だ。これ行ったらすごい、マジ。宮城地震大丈夫か？ダメし、もう一個、もう一口いってみる。死ぬけどちょっとだけ、本当に死ぬぞ。いや、リアルマヨだったらいけるんよ。リアルマヨだったらいける。コップ飲みすればいける説ない？ちょっと待って、ストロー捨てるわ、これ。地面落ちちゃったから。直飲みやったらいける説ない？
無理だと思う。じゃこれ笑ってない。呼吸が出るんだって。ラストチャレンジ。絶対ラストチャレンジ。もうこれでいけなかったら本当にいけないわ。やっぱやめるわ。すいません、やっぱごめん、やっぱやめる。やっぱやめます。すいません、ごめんなさい。やっぱ無理です。ごめんなさい。行くしなしでいいです。やっぱりうわー、やばい。普通にコーヒー買って帰ろう。いや多分これね、サラダにかけても美味しくないと思う。だってドレッシングじゃないしマヨネーズじゃないから、本当になんかドリンクみたいな感じなの。うん、味はマヨネーズよ、うん、マヨネーズも味が悪いマヨネーズ。コーヒー飲まないとやってられんわこれ。味直しが必要で、さっきもコメントにあったけど、皆さんこの中でご結婚されてる方いますか？ご結婚されてる方、はい、その中で旦那が憎い方いますか？離婚する気はないけど別に旦那にが憎いっていう人、うってつけ、うってつけ商品紹介します。はい、あなたってお仕事お疲れ様って
これ新作でめちゃくちゃいいらしいんですけど、うん、どうですか、いかないだよ、うん、もうね、はい、こちら飲ませてください。でそれでストレス解消しましょう。パルちゃん飲む？しないよ。ローソン、あ、ローソンに売ってます。ローソンのテスト用っていうやつ。無理、これは。うわ、ちょっと開けるね。真ん中にパピプップ。いや、俺と同じことやってるじゃん。俺と同じことやってるやんけ。なんかね、見えるかな、白っぽい、なんか、いや、液体だ。ちょっと白っぽいんだよね。うわ、ちょっと開け、ほら、ちょっと白っぽくない？うわ、これなんか白いんだよ。液体、がっつり液体。いや、上気持ち悪い。うわ終わったな。マジで無理だこれ。終わったわ。一気飲みしろ。無理だわ。ちょっと待ってね、開けるか。じゃあ、で、ちなみに小前くんがこれ開けれないとか言ってたんですけど、開けれない、開けれないわ、意外に。小前くん言ってたこと本当だ、開けれない、硬い、真ん中開けるしかないね、これ。うわ、いや、めっちゃ臭い、なんか。え、なにこれ。いや、めっちゃ臭い。ビビる臭いわ。うわぁ、きつそう。やだ、やだ、見てるだけで取り上げる。じゃあ、ほんとにこうなる。ほん、後悔してない。さあ、やりますか。うわ、飲みたくないなこれ。うわ、本当に今俺顔笑って。じゃあ行きます、皆さん。うわ、相当まずいらしいんで、一口飲んでいい？ちなみに。ダメ、一気いった方がいい。一気飲みするんだけど、まず一口飲む。いや、一口いったら絶対飲めんくなる。味見、ね、一口いった、ダメ、味見言えないじゃん。絶対、ま、どれだけのまずさかっていうのを伝えてから一気飲みしないと一緒だから。これを吐くぞこれ。Ha ha ha!
すっげえまずい、本当にまずい、びっくりするほどまずい、これ言ったでしょ、これ信じてもらえた、みんな俺が飲めない理由、じゃあ本当なんだって、えぐい、ほんとに一番くらいまずい、ほらね、マジでいや無理や、あれちょっと無理やって、ほらほら、いや一気に飲めないわ顔、どんな感じ、なんかね、口の喉あたりまず初め飲むとほらなんか下水道の味がする、マジでこれ本当に、その後に終わった後にマヨネーズの匂いが鼻からスッて、ね、出てくる、本当にまずい、これ下水道みたいな匂いとともの味わかる、下水あの新宿歩いてるじゃん、新宿歩いてるとなんか下水道みたいな匂いしない、大阪とかさ、あのそのそんな匂いマジ、ま、本当にまずいんだって、マジであかんわこれ、テスト販売とかそんなレベルちゃう、マジこんな売りもんちゃうわこんな運だよマジで、何が面白くてやったこれこれ絶対飲めんぞ、もう絶対飲まん、もういやきついわ、本当にきつい、ちょっと無理やわ、本当にあかん、あれはちょっといただきますうわ、嘘でしょ、う吐くぞ吐くぞこれうわ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 やばい、やばい、バルちゃん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 すごい、やばいやばい、怖い怖い、俺も笑い場になるわ、いやこれ絶対やばい、これ絶対やばい、これマジやな、ほかに見て顔が、これマジやな、ほかに見て顔が、マジでなるって、これ危な、なるって、じゃあこれマジやめた方がいいで、いや俺は飲めない絶対、うん、いやこれだってほんとバンになるもん、無理やり言ったら、うん、じゃあこれはすごいわ、誰かにバトンタッチ死者がどんどん増えていく、いやふわっちの配信者が消えるかもしんない、これ誰か、クラスター、いやパルちゃんが誰かにバトンするでしょ、パルちゃんがだ、いやパルちゃん見てたわ、いや本当にこれあのね、山井くん、いや、これ言ったこと正しかったでしょ、あの、マジであの下水道の匂いと味しない、いや、だから毒臭い匂いと、うん、あと酢の匂い、うん、そうだよね、なんかもう凍らんくない、ここまでいかんくない、うん、てかね、これ味わって飲まない方がいいかもしれないそうだよね、多分一気飲みした方がいいんだよ、これ、いや、もう僕はできませんでしたけどね、え、いや、やれよ
いや、俺だからもうやってないと思ったから。いや、もうなくもうないもん、もう。もうない。あれよ、ローソンで売ってるっていっぱい。いや、もうない。ね？いや、マジで起きたからダメだよ、逃がさないよ。逃がすわけないじゃん。もう無理。俺もう本当死んじゃう。本当本当死んじゃう。本当死んじゃう。思い出したくない。いや本当にこれストローで飲まない方がいいわ。だから逆にストローで飲んだやつは強者だと思う。いやもう無理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 。で俺これバトン形式にするわちょっと。あ行くの。お前くんと相談したくて誰がいいかなと思って。いやもうはるちゃんに任せるけどクラスター起きるででも。誰がいい？よしげさんにする？吉井さん本当にやばい。それだけはまず行っちゃう。吉井さん死んじゃうね。吉井さん行っちゃう、うん、本当に。あ、山田とかは山田。あ、いいんじゃない。あと中ちゃんとかも。そうじゃないね山田。山田どうよ。いや山田でもいいよ。ミニラとかいるよ。いいよミニラさんでも。てか俺声が出ないよ今。なんかおかしくない声。だからおかしい。おかしい声だ。声がなんかおかしい気がする。なんかしゃがれてる気がするんだけど、これ大丈夫これ確かに。いやさ、テストっていうのがおかしいよねまず。すごいわ、よく飲めた。アパルちゃん、中ちゃんが準備してるって。あ、これ中ちゃん今見てる？見てます。あ、もう中ちゃん買ってるわ。じゃあ中ちゃんねに変わるわ、うん、これ中ちゃんだね。じゃあうん、いや小前くんありがとうね。ちょっとまたお酒来たら遊ぼう。遊ぼう。うん、ありがとうね。うん、じゃああとは中ちゃんで。うん、はーい、はーい。あ、バグった。声で死んで声しんどるやん、中ちゃん。ああ、またクラスター起きます。これ。小前くんからもです。小前くんからです。リレーね。できます。ベビータビン。みんなやってるやんけ。みんなやってる。みんなやってるやんけ。これはね、こんなこともあろうかと。皆さん何見てください。ちょっと持ってきてるいや無駄だと思う。通用しないそれは。これを食べながらいけばね。で、はるちゃんからです。あー、つまむ兄さんです。つまむ兄さんが、つまむ兄さんがアラブの席をベルギアスマッキーを直接言ってほしいよね。直接言ってほしいわな。早く帰らんと。なんだこれ。飲めないよな。なんだこれ。これなんか。
早くやべえ、充電ない。帰ろう。クラスター置きます、これ。ママ袋準備中はくそ。洗濯物取りかんと、ちょ一回こうす、やばいんだって本当に。だってまだ俺やばいもん、味思い出すと。いやもう加熱したくないわ、いちいち。ケロまみれ吐いたの。いやマヨラーでも絶対無理だって、マヨネーズよりまずいからな。ローソン、やばい、これふわっちクラスター起きるぞ、警告来そう。飲むマヨネーズの配信をやらないでくださいって。だから俺もやっちゃやばい、落とされるかもしれないどっかで、はあ、気持ち悪い。最初モンジョリで俺がモンジョリのパクった、でなんか俺だけ嫌な思いするの嫌だからパルちゃんを見捨てにした。精子の味、飲んだよ俺、飲みましたよ。マジ気持ち悪い。はあ気持ち悪い。いやだからこれ視聴者も気をつけないといけない。なんかもらう感じあるじゃん、見てて上ってなるでしょみんなも。だから視聴者も気をつけてね。俺あれマジなやつだったから、1時間だから終わったかな。貴重分からん、飲んだんかな。中ちゃんが誰に回すかじゃない。で誰で止まるかだよね。誰かが本当に搬送されたらそこでバトン終了かもしれない。あ充電だ。
中ちゃん入ってる、ちょっと。マジで。もうやめて、これ以上。かわいそうやって。女の人も飲んでみてほしいよね。本当に精子の味がするか。うわ、マジマズよかったわ。いや、女が言ったらね、ありました。買ってください。いや、俺はもう回さないよ。俺もパルちゃんだけだもん。回す資格がない。いや確かに。でも、ま、回しちゃったよね。バトンじゃなくていいって言ったのに、パルちゃんがパースって言ってるから。チャレンジしてみよう。タマさんちょっと感想教えて、これマジで。タマさん男性でしょ。あ、女性か。男性でしょ。飲み切ったの。飲むマヨネーズにこんな閲覧があったのか。いや俺分からん、精子飲んだことないから分からんけど。いや絶対二度と飲まん。俺はもう何言われても飲まんぞ、うん、もう俺の体を受け入れない。あれストローきつい。いや俺もうね、あのもうそれストロー外して飲もうとしたんだけど無理だった。もう口に入れてもう想像するだけで俺吐きそうになってたもん。いや本当だよ、うん、震えるもん。さっきの放送 見たでしょ俺の。あれはきつい。みーやさんワンちゃんこれ死ぬんじゃないか。みーやさんも結構年だよな。ぽっくりいきそう。あれ似てた機長さんのやつ。精子な、見たことあるのあんた。佐藤瀬ちゃんも飲んだ。なんか中ちゃんの嫁はなんか精子の味らしいって言ってたから、女の人ならなんか感じ取れるところあるかもしれない。
コーヒーがめちゃくちゃ。あ、来ますよ。うわ、いや、やらないのかい。タピポッチって。あ、いや、これ精神に入る。うわ、こいらない。いやいや、奥さん、大丈夫、ね、飲む前に2400円ね。ちょっと待って待って、こうね、ちょっとこれね、奥さん、奥さん袋用意してる。あれね、あれちょっと待って、配信終了しちゃダメなんだよ。黒電話と、うん、こんな感じね。奥さんじゃないの。ちょっと待って、一気にからストロー捨てちゃったよ。妹か。ちょっと。これですか？味見してからね。いいよこれで。ストローがルール？でちょっと一口味見。電波悪くね。あ、いける。いけるいけるいける。いくよ。いけるって。いくよ。ストローで飲めばいいのね。個体差あるのかな。ここね。行けばいいのね。行くよ。ダメだったら言うて。ね、行けます。よーい、ドン。入ってほしいわ。マヨネーズ。マヨネーズ。いけるって言って。いけるって言ってすぐビニール袋掴むの草なんだけど。いいよ、ブラック猫ありがとうございます。すごい、大丈夫だよ。でお前、うん、あ、お前行く、今度お酢行くって、このまま勢いでほら、閲覧減らなくていいよ。あ、ね、女性の方がやるらしい。キッキだって、薄いマヨネーズ。いや、いたん。え？え？かすむかすむ。余裕だ。あり。余裕だ。平気。おかしい。な。マヨネーズ。匂いだけだけどマヨネーズ。いや多分この人間じゃないわ。電話ちょうだい。電話あげてあげてください皆さん。みんなさんに。君がいなければ太れない。そりゃありがとうございます。あります。次誰回すの。誰、次誰やるの。誰、2倍ないっす。あります。君、山田、すごいわ。山田運転中だよ。ダメだ、高速道路だからダメだ。山田高速道路だよ。いやすごいわミニナさん。お前行く。いやいや、やったからお前も行ってないの。俺も やりましたよ。かすむわ、なんか全てが。兄弟なんて、いや、うそくさくなる俺のが。本当に飲めませんでした。最悪や。え、あのさ、この全国的なツイートでなんか書かれてるんでしょ、絶対。いや、俺絶対死ん。マジでせん、これは。
みんなにバトンしてる。なんかちゃん、しっかりして。あの二人違う。うん。もうちょっとやってくれそうな人。ミーア族が強すぎた。キャリーだってって。やばい、なんかで電波が悪くなってきた。あ、もしこんなやるって、や小前くん、あ、宮さん、おはようございます。おはようございます。小前くん、なんかマヨネーズ飲んでないんですか？いや、飲みマジで飲みました。見てないんだけど。いや、だから飲みまして、あのパルちゃんにあの共有しようと思って、うん、まずそっから始まったんですよ、うん、俺回さなくていいよって。俺はもう飲んだから。あ、そうなの。はい、俺は捨てたって。捨てた？捨てた？僕は飲みましたけど、うんうんうん、やっぱ体が受け付けなかったんで。なんで？いや、なんかもう、うわって、なんかもう、入っちゃって。2本、こっちは2本やったよ。いや、それ、本当に大丈夫？大丈夫。え、うまかったですか？いや、別に薄いマヨネーズだったよ。キャリーやるって？いや、僕は、あの、俺は僕で、ちょっとできない。なんで？なんでなんで。いや、もうほんと震えちゃう。今でも味を覚えこと思い出すと、もうほんと震えて、そんなだった。いや、全然全然普通だよ。いやいやいや、ほんとにマジなんです。うん、キャリーから、キャリー行って狛江に返そうよ。いやいや、どっちみち帰ってくるのやめ、もう嫌なんで。いや、帰ってくるの当たり前じゃん。だって発信者でしょ、だって。いや、もう僕はできません。うわー、いくらもいかねえ配信者だな、ほんとに。ギャンカスで土下座ばっかりするくせに、マヨネーズ飲めねえってか。じゃあ飲みますよ。お、いいね。じゃあキャリーがやった後頼むよ。まあまあまあ、まあ、でもそれは、あの、ほんとにもし回ってきたら。うん、言っとくから。あとはキャリー。いや、いやいやいや、キャリー自身で決めさせます。いや、キャリー自身で決めさせましょう。あ、そう。
本当勘弁して。キャリーちゃんにお願いします。なんかありがとう。はい、ありがとうございました。うん、ありがとう。ごめんね。はい。じゃあね。はい。ヘナチョコです。ポンコツなんです。もうバトンにしなくてもいいよ。ああ気持ち悪かった、本当にやばい。で洗濯物取りか。充電 OK だろ。いや無理無理。いやローソンないもん。だって遠いもんローソン。俺もうやることやらんと、予定あるし。うん。まあカメラさん行ったら本当に本当になくなっちゃう。うん。ガメラさんと吉江さんだけは絶対ダメだで。ぶちぎれよ、キャリーなんか回ってきた。いや、てか、俺エアコン消さないと。もう普通に戻ろう、もう忘れよ、みんなも、もう本当に女も、やることやろう。買ってきた。すごいすごいすごい。あっやばい、ちょっと待って。そうだ、多分絶対乾ききってないから、乾燥機回さんと。富山で亡くなったストロングに会いに行くらしい。誰が？誰が？なんか体がやっぱりごつい人はいけんかな。100円玉。分からん、なんかありそうじゃね。せっせんいけるだろうな。
あとその富山のディアトスの時間分かったら報告しますんで。ぶち切れてた。なんで。買いに行かない。で、俺コインランドリー行ってドラクエ3買いに行かないといけないからすごい忙しい。だ富山じゃない、徳山。で掃除もやらんというか。ああ気持ち悪い。あとと、うん、キャリーガチ切れ。激しいな。気持ち悪いんやがお前。強弱。消えろカス。金太郎の分際で。なんか俺。黙っとれ。お、なんか。アピールすんな気色悪い。なんか感化されてない俺に。口悪くなったなこいつ。